久保さんちょっと本を買ってきましてはい「独裁」「独裁の人を動かす技術」「独裁」「人を動かす技術」「大衆はなぜ彼らに従う」「自ら従うのか」「独裁」え「強く生きる言葉」「岡本太郎」「強く生きる言葉」 壁を破る言葉岡本太郎、はい、岡本太郎さんはねあの大阪万博のあれ作った人ですね、はい、こちら、えー、アインシュタインアインシュタイン150の言葉ですアインシュタインアインシュタインアインシュタインの150の言葉が詰まってます心を上手に投資する方法決して悪用しないでください 1063人の収入を60日で41%アップさせた目標を達成する技術どんな目標でも達成できる成功の心理学私が7歳の時父が母を殺しましたああなんかファンキーですね <laughs> <laughs> 一生お金に困らないお金儲けの王道マネの虎ですね堀内さん 渡辺変わるお金の格言、はい、いい言葉はいいぜん人生を作る精神科医医学博士斉藤さん人生を楽しむ成功の保処方箋夢は逃げない逃げるのはいつも自分だまあこれドリアカのね、えー、コンセプトなんですけど。 一流の思考の作り方、はい。思わず買ってしまうマインドコントロールマーケティング。思わず買ってしまう。マーケティングコントロール。一郎、一郎二百六十二の。メッセージ。一郎の二百六十二のメッセージ。 あな,なななななあなたはなぜつながれないのかラポールと身体値あなたはなぜつながれないのか100%たった一つの原則ジェームス好きな愛と冒険だよ、はい、稲森和夫成功と失敗の法則スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン 聖なる知恵の言葉聖なる知恵の言葉。言葉はい、最強の叶え方、はい、リッチな人だけが知ってる宇宙法則有りがは全部使え堀江孝か。 一瞬で自分を変える方法アンソニー・ロビンス本田健メンタリスト第五300の言葉心を強く300の言葉人生論カーネギーですねあのカーネギーです原因と結果の法則ジェームス・アレンこれね あるかもしれないですけどちょっと忘れちゃってもう一回買いました、はい。はい。実践版カーネギー。実践版カーネギーです。はい。えー、ということで今回はですね、針ですかね。針。羅針版とかね。針、まあ。ここにいっぱい本買いましたけど、まあこれ5000円ぐらいですかね。ブックオフで200円ぐらいで。長さ3、2、白の矢の。 まあ、25か何冊かですかね。うん。まあ、どんな本を読めばいいんですか何でもいいんじゃないですか <laughs> 何でもいいんだけども、久保さんのあの、例え話が分かりやすかったですね。教習所で免許を取るんだったら、その教習所のね、まあ僕もね、実際参考書を買いましたよ。あの、百問テストというか、丸抜の、その本試験ですね。あの、丸か罰かなやつなんですけど、あれの、 練習問題みたたいなの変えましたよでも多分社会の本読んでも教習上の受かります社会の歴史のね教科書を一生懸命見ててねどうですか免許取れます多分難しいっすよねうんまあ勉強しなくてもまあ取れまああれどうなんすかねまあ丸抜なんてね <laughs> めちゃめちゃ運が良かったら、ね、適当にやっても相当の確率論ですけども 確率は非常に少ないですけど、全部当てずっぽでいって、超運がいい人はいけるかもしれないですね。マルパスであると <laughs> まあでも、物理的無理だな。まあ、僕はね、もういろんな本読むんですよ。で、なんでかっていうと、うん、僕はもうなんだろうな、うん、方向性というか、 まあ、久保さんもそうだと思いますけど、久保さんもね、例えばパンを食ってでも動画配信できるんですよ。別にうぐいすパン食おうが何しようが発信できるんですよ。まあそれと一緒で、僕どんな本を読んでも発信できるんですよね。ということは、発信するためにいろんなものを読んだ方が僕はいいんですよ。僕はね。だからいやあるジャンルに固定、固執されるんじゃないだからマーケティングの本ほとんどに1、2冊、まあ、ね、マーケティングを教えてるんだけども。 マーケティングを教えてるんだけども、マーケティングの方はあんまないですよね。うん。なんでかっていうと、うん、なん。ですかね。発信する。まあ自分のこの発信をする上で、うん、なん。ですかね。まあ僕の場合は経験があるので、どんな話を聞いても、 この一つのつ筋に行けるんですよ経験があるから。経験がないと、なんだ、応用ができないじゃないですか。僕は応用ができるので、逆に言うと、応用ができる人はいろんなの話聞いた方がいいと思うんですね。応用ができるんだったら。でも、応用ができない段階、ファーストステージに関しては、あの、なんだ、こう、羅針盤みたいな。ん多分その経験、なんかマグロ、まあ、マグロ漁船のは今、レーダー使ってると思いますけども、もう、 あのー、なんか経験があると肌感覚で海の流れとか見て今日はここにマグロがいるぜみたいな30年も40年も毎,毎回海に出て経験値積めば別にレーダーがなくても自分レーダーの方がなんか正確だったりするじゃないですか,だからそれは経験があるからですよね、うん、だから僕の場合は経験があるからまあ別に何読んでも別に関係ないというか、うん、まあジャンル逆に言うとそのジャンルをあんまり固定しないというか あこれ面白そうだ,そうだなってまあ一つ大きいジャンルがあるとするならばうんまあお金テーマとしてはお金だったりとか生き方とかあまあスピケー系ですかね、まあ、スピリチュアルも結局生き方なんでまあテーマとすればお金と生き方みたいな感じですね、うん、金は命より重いっていう、うん、それの命とあの人生みたいな 命イコール人生、人生イコール命とお金。このバランス感覚ですね。だからそ,そこの手、をざっくりしたテーマありますね。うん。例えば、アインシュタインの150の言葉って、なんかネットビジネス関係ありますアインシュタイン150の言葉とか。かこれちょっと、おアインシュタインの150の言葉かすげえなと思ったんですけど。別にネットビジネス関係あります。僕は相対性理論作ろうと思ってないし、別に科学者でもないわけですよ。 うん、だけどアインシュタインの言葉を使ってネットビジネスはできるんですよアインシュタインの言葉を応用して商品作れるんですようん何すかね料理人で言えばうん包丁をね包丁をまあ最初の初心者料理の初心者ってあの包丁の使い方分かんないじゃないですか でも料理のプロフェッショナル料理になってね板前で包丁めちゃめちゃ切れるようになればどんな魚でもなんかさばけるというかその逆にその腕をねいろんな魚で試せるしいろんな味あの料理ができるということですよねでもせっかくの腕があるのになんかそのひたすら味しか作んないってもったいなくないですかうん だから、まあ、まあ最初はやっぱ羅針盤みたいな、うん、やった方がいいんじゃないですかねうん、なんかあのそう自分がなりたいゴール設定をしてそのゴール設定に対して学んでいくっていうことですよねこれが一番早いと思いますけどね、うん、だって多分アインシュタイン150の言葉とかねこのなんだ岡本太郎さんの言葉の本読んでもネットで稼げますかって話で 多分経験値ない人は無理でしょうね。久保さんとだったらいきますよね。久保さんもアインシュタイン150の言葉で、これ多分百1億ぐらいいけるんじゃないですか、久保さんも。<laughs> アインシュタイン150の言葉から、なんか、1億作れると思いますよ、久保さんは、うん。僕も作れますけどね。まあ想像つかないですよね。え、どうやってみたいな。 150えアインシュタインの言葉で、岡本太郎の,その言葉で、どうやって、イチローの格言、どうやって1億作るのって、全く分かんないですよね。料理できないですよね。でも、久保さんと僕は料理方法を知ってるので、しかもそのそのさ、行動もできるし、裁けるし、うん。だから僕はまあもう本当にありとあらゆる読みますけどね。でも、経験値がないと、ありとあらゆる本を読むと、わけ分かんなくなりますね。<laughs> 間違いなく。間違いなくわけ分かんなくなりますよね。 うん、もうさすがにね本棚がねこれで多分まあ最後かなまあまた本棚買うかわ分かんないですけどまあこれで多分本棚も結構もう埋まっちゃうんでもう本はこれが最後にしようかなとは思うんですけど、まあ、当分もうそろそろ買わないですね、まあ、買った理由がなんかそのあれなんですよねまあこれもマーケティング戦略でこの買ったエピソードも使えるんですけどこれ本屋に行った理由っていうのがこの前そのブックオフのアプリ入れたんですよ でブックオフのアプリ入れると200円あプレゼントしますみたいな。お、200円かと。なんか店員さんに勧められたいんですよね。そのブックオフのアプリ持ってますかと。いや、持ってないですみたいな。で、アプリ入れてもらったら200円あのあの配布してますよと。ああ、そうですか。じゃあ入れときますって入れたんですよ。だけど、その200円が期間限定ポイントで、なんかこの前、なんか、うん、それがな抹消されるみたいなね。マジかと思ってね。<laughs> 200円抹消される前に使いに行こうと思って行ったらまあ買っちゃったっていうね。 まあ、あのブックオフマーケティングにはまってるんですけど、完全に。200ポイントを使うために結局こんだけ金,金使ったってことですね。<laughs> いいですね。うん、はい、ということで、あの早く成功したいっていうことだったら、まあ、塾入るなり。 まあ久保さんもね、塾入ってなかったら多分ね、まあ、あとはどんな塾に入るかにもよって変わるだろうし、まあ、ね、前の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 分かんないですけど、どっかの動画で、あの、その話もしましたけどね。あ,あ、久住くんの話が出たとき、久住くんの墨田行ってたんだみたいな <laughs>。いや、間違いなく、もう100%言い切りますけど、久保さんが久住くんの塾入ってたら、今の久保さんは絶対ないと僕は確信し、言い切れますけどね。うん。 多分久住君もなんかやってたと思うんですよね、いろいろと。どこ行っちゃったんですかね <laughs> うん。まあいい、いい嘘、いい話は当時も聞かなかったですけど。うんまあね、まあ、合う合わないもあるだろうし。うまあ、どこであの勉強するのか、どんな針を、羅針盤、どんな針をね、手に入れるのかっていうのは、最初の初心者の人にとっては、 あいいんじゃないかなと思いますね。総会主が入るのか、どれが入るのか。まあ、どれやかもね、今度セールスしますから。うん。まあ、あと時間的な部分ですよね。時間、まあ、その入った方がいいのが時間的な部分。要は、あなたが経験していないことを僕が経験していたりとか、まあ、あなたが読んでいない本を読んでいるとか、まあ、いろいろその、なんだ、うん、そこ、時間を短縮できるってことですね。うん。な、ある、自分で自力でね、自分で自力で、 お金も一切払わず自分で検索して自分で調べて問題乗り越えて自分で悩みを乗り越えて自分で成功できるたった一人で成功できると思ってるんだったらお金も払わなくていいだろうし、うん、無料で全部調べてただし右も左もわからないのでまあこれね、まあ、僕もよく言うんですけど昔に比べると情報がたくさんあるわけですよ だから初心者の人は経験がないからど、どまあ、結局、久保さんもね、多分いっぱいいただくと思うんですけど、どれが儲かるんですかみたいになるわけですよ。情報は昔よ,昔よりたくさんあります。だけど、初心者の人はそれが分かんないから、何がいいのか分かんないんですよね。うん、だから僕は、まあ、いろんなの見てきて、17年見てきて、まあ、ずっとこれからも言い続けますけど、絶対に情報発信だと、ここはぶれないんですよ。 で結局いろんなブレて僕のとこ来る傾向が高いんですけどさあブレた時間もったいなくないっていう話で <laughs>、うん、まあこれね与沢さんも前なんか言ってましたけどねもう、まま、なんかよくゼロゼロゼロになったら何しますかみたいなで与沢さんもゼロになったらまあ完全情報発信ですみたいな言ってましたけどねうんなんかねうん まあお金かかんないですしね、情報発信で、YouTube 無料だし、まあ、全部 SNS 無料じゃないですか。まあ、これは経費かかってますけど、まあ、そうは言っても200円ぐらいなんで、これ1冊ね。うん。まあこれ5000円じゃないですか。こ,こんだけ買って、こ多分ね、これ、久保さんこれ活用したら、どまあ、さっき1冊1億言いましたけど、まあ、これ多分5億ぐらいいけんじゃないですか、これだけでも。<laughs> 使い方によっちゃう。うで、5000円って、飲み屋に行ったら5000円ってなくなるじゃないですか。 うん、でもこれ化けますよ使い方によってはこんなのは使い方によってはねでも使い方が分かんないわけですね包丁のや,やり方分かんないわけですが僕は分かるし久保様は分かるしうんううまああとはね僕レベルに来るとまあ最近本買うんですけどあんま読まないんですよこれ多分ね本買,買いましたけど ぶっちゃけ全部じゃあ一行一句読んでるのかっていうと適当に気が向いたら気が向いたら1ページ開いてちょっと読むぐらいなんですよえ吉田さんそれって本読んでることに入らないじゃないですかって一般の人は思いますよねじゃあ逆にその一般の人にお聞きしたいんですけどじゃあ1ページ目からね1ページ目から一語一句読んでその本に書かれてることを実行できました人生変わりましたかって話なんですよ僕からすると まずそもそもこの「買う」っていう行動心理ここに対しての,あのここが大事っていうことも言えるしプラスその自分が気が向いた時に気が向いた時とかなんかちょっと今日これ読んでみたいなと時に本があってピッて開いて1ページ読んで,でそれをすぐ使うっていう本って僕は辞書だと思ってるんですよねなんかこうしたい前提条件これをやるっていう前提条件の時にそ,のそこに本があると。 うん、で、それを見てやるって感じですかね。アウトプットに使うみたいな。で、これで、しかもあとは、今だったら電子書籍とかもあるんですよ。で、電子書籍とかもあるんだけど、僕は動画はやっぱ主なんですよね。で、これも言われたことあるんですけど、吉谷さんは電子書籍派ですか、本を読むはあの、リアル本を読む派ですかって言われたときに、僕は主,主はね、まあだから免許を取るみたいな主がある。じゃあ僕は情報を発信する動画を取るという主があります。じゃあ動画を取るときにね、 大悟さんも本棚ぶわありますけど動画を撮るときに本棚の本がいっぱいある中でこの本いいですよって言った方が影響力が出るわけだししかもものとして紹介しやすいんですよこの本いいですよっていうでもこれ電子書籍だとまあ紹介はできるんだけどもなんすかねリアリティがを出せないというか演出ができないっていう演出がうん まあもちろんねそのバーチャルでその本とか本棚とかね久保さんもそのたまにねその本棚なんだっけな,なんか神かの前で動画撮ったりしますよね、まあ、まあ演出はできるんだけど演出の仕方ですよねだからそのセットを作るときまあ映画でもセットを作るときに 3D で 3G3 バーチャルの,その CG で作るのか本物でいくのかっていうところでやっぱその演出の仕方見え方見せ方が変わるので だから本を CG にするのかリアルで持っていくのかによって伝わり方が違うわけじゃないですかで僕はリアルの方が伝えやすいかなっていうところですね本を紹介するときにリアルの本をこれ持ってねこれでここでこうでこうでってやった方が伝えやすいっていう僕はね、うん、だけど CG の方が伝わる場合もあるだろうしそれはわかんないですけどねだ僕の演出はリアルの本があった方がしっくりくるなっていう感じですねで紹介もしやすいし うんまあ、あとはねそのちゃんと手に取るので情報じゃなくて思い出としても、ね、思い出というかなんかそ,そ,そういうなんか手に感触があるというか記憶する時に情報だけなんかググって調べるとかね電子書籍だけググって調べて情報だけ出すよりかはどこにあったかなあこれあそこで買ったな懐かしいなってピッて開いた方が何だろうな。 その価値情報の価値というか思い出というかストーリー性があるのでそっちの方が僕は邪魔ですよ。ぶっちゃけ邪魔になりますけどいっぱい本があるとね。のの場所取るし。だけどなんかそういうなんか見えないところとかそういうところもリアルの本が僕はいいなっていう感じがしますね。うん。まああとなんか雰囲気作りというか場所の空間作りですね。これ大阪の 大阪のスタバがあるんですよ。道頓堀のとこに。で、大阪のスタバって2階が、その、なんかの、飲めるスペースなんですけど、そ,そこにね、本、本が、本がバーッと置いてあるんですよ。すごいいい感じなんですよ。古い本だったり、バーッと置いてあるんですよ。なんか、おしゃれなんですよ。でも、あれ、本なかったら、その空間ってできないだろうし。うん。だから僕も今、こっちがオブジェみたいにしてるんですけど、これ、ほ、これ、本当なんか、これがオブ,オブジェになってるんですよ。空間作り、空間作りですね。 うん、だからもうもはや本を空間づくりにも活用できしてるとかね、うん、まあいろいろありますねはいいってらっしゃい。